皆さんこんにちは。今回は販売中商品のご紹介です。ラテック東京丸い MWS 用マグネットロックローディングノズルアッセンブリー、 Nパス内蔵、ガス流量を調整でき、節約や初速の調整などに役立つアイテム。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意、その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。対応機種東京丸い MWS 系 N パスが内蔵されており、ガスの流量を調整でき、ブローバック方面に振ればリコイルが強くなり、発射方面に振れば初速が強くなる。ガスの消費量の節約や初速の調整などに役立つアイテム。またマグネットロック機構を搭載しており、 N パスの流量調整ネジを磁気で固定する仕組み。これによって射撃の衝撃などでネジが緩みにくくなり、安定した運用が可能となりました。フロンガスの冷えにも強く、 BB 弾のロードもスムーズになるカスタムパーツです。模型パドック販売価格は19,800円税込み。さて、いかがでしたでしょうか。皆様のご購入お待ちしております。今回はラテック東京丸い MWS 用マグネットロックローディングノズルアッセンブリーのご紹介でした。ご購入は模型パドックホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますので、チェックしてみてください。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画、リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。